今日はもみあげはどうします？え、お土産？はい、もみあげは今回どうします？お土産は特にいらないです。お気になさらず。え、もみあげいりませんか？あった方がいいと思いますが。え、そうですか？じゃあ適当にお饅頭とかでいいです。お饅頭ですか？食べたいってこと？え、いや、特に何でもいいんですけど。え、どういうこと？会話のすれ違いが半端ないですね。店内の音楽の音量ちょっと下げるか。お饅頭ってたまに無性に食べたくなりますよね。そう、そうですよね。1分で笑えるショート漫画、毎週投稿中です。チャンネル登録よろしくお願いします。通知設定もおすすめです。